バータスレン・シューダ・ツェツェグ、ボタースレン・シューアウデル・ツェツェグ、モンゴル語は、モンゴル国のジャーナリスト、作家、映画プロデューサーである。1971年に、ウラン・バートル氏で生まれた。1989年から1995年まで、ロシアのイルクーツク市立大学及び、モンゴル国立大学でジャーナリズムを専攻し卒業。中学生時代から、彼女の書いた記事や、 インタビューなどが当時のモンゴルで2番目に大きな新聞社ザルーシュデオンウネに掲載されていた。そして大学生時代に当時の政治中央メディアであったアルジーン・アーク新聞に勤め始めた。1995年モンゴル国立大学のジャーナリズム専攻を主席で卒業したことが評価されアルジーン・アーク新聞では法律記者 コラムニスト兼コラムニスト部の部長として活動。作家、シューダテセグとしては、スーダーでアーズンバが、なず、タ団体運という裁判所における日記で、1996年度の最優秀小説賞を受賞。ジャーナリズム修士号をマレーシア国、林国文大学で取得し、モンゴル国立大学の博士課程に席を置く。モンゴル女性財団法人の理事長を務めるほか、 財団法人アムネスティ、インターナショナルモンゴルの女性組織メンバー、モンゴル映画局映画部メンバー、若い女性をサポートする、ガンジセンターのサポーター、男女平等法プロジェクトのメンバーとして働いている。女性の権利に関する幅広い話題で記事を、各講演も行っている。女性の権利について、180度というテレビドラマを制作し、DVD も発売された。 2002年以降は、税、タジュ等の本を出版した。人権の保護に関する古典である、アンネ・フランクの日記をモンゴルで出版、世界的に有名な女性作家たちの経歴本を翻訳出版した。自身の作品においては、現代のモンゴル人の特徴や若者の夢を題材にしていたが、最近の作品では、モンゴル国の歴史や、 歴史上の記載に関する精緻な研究に基づいた執筆活動を行っている。出版で得た収益から財団法人アムネスティ、インターナショナルモンゴル、モンゴル女性財団法人へ定期的に寄付をしている。夫と3人の娘と一緒に暮らしている。ありがとうございます。